チャランゴチャランゴは南米アンデス地方周辺の民族音楽フォルクローレに使われる40から60センチメートルほどの弦楽器。もともとは16世紀にスペイン人が持ち込んだギターの前身であるビューエラデマノが発展したもので、ボリビアのポトシ北部地方が発祥の地ではないかと推定されている。現在一般的な形のものはマンドリンと同じくらいの長さで若干小型の 胴体というサイズでマンドリンに似て胴体は丸底のものが多い。胴体の材料にはアルマジロの甲羅を利用したものもあり、見と目は印象的であるが、プロの演奏家の使用に耐える楽器はほとんどが木製である。弦は現在はナイロン弦を使用するのが一般的だが、鉄弦を使用することもある。5コース10弦で上から順番にソドミラミと調弦される。 真ん中の3コースの2本の弦が、オクターブ差に調弦されており、その低音側のみが、楽器全体の最低音、高音側のみが、5コースのみとともに、楽器全体の最高音となる。従って、ギターやマンドリンと異なり、弦が、低音から高音へと順番に並んでいるわけではない。この調弦は、C、アムのキーで親指と、 人差し指で二重層の旋律をつまびくのに都合が良いように考慮されているようである。チャランゴの長弦ロンドコの長弦、マウロヌニエスマウロヌニエスが現在のチャランゴの形を完成したとされ、それを商業音楽の域に高めたのはエルネスト・カブールエルネスト・カブールである。その他、チャランゴの名手として知られているのは、ウィリアム・エルネスト・センテージャス、アレハンドロ・カマラ、クラルケン、オロスコ、 フェルナンド・トリーコなどである。いずれもボリビア人だが、それ以外では、アルゼンチンのハイメ・トーレスの名が知られている。ボリビアのラパス市内、ハエン通りにある、楽器博物館は、カブールが私費で設営。そこに行くと、カブールに会えることがある。2011年中には、カブールのペーニャが再建される予定。チャランゴの同族の楽器として、より大型で、ギターと中間の中間の音域を担当する。 ロンロコロンロコ、チャランゴより小型で、より高い音域を担当する、ウアライチョワレイチョなどがあるが、いずれも、チャランゴほど一般的には使われない。ロンロコの場合は、1コースと2コースが、オクターブ差に調限される。また、チャランゴの発祥の地と目される、ポトシュ北部地方には、コンコータ、カランペアードなどチャランゴの原型となった楽器が、数多く存在する。チャランゴが、 多くの場合ナイロン弦を使用するのに対して、その原型となった楽器は、ほとんどが鉄弦を使用する。ありがとうございます。